パウル・コンスタンティン・コドレアは、ルーマニア・ティミショアラ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。生まれ故郷であるエルピーズ・バナトゥル・ティミショアラで、プロとしてのキャリアをスタートさせる。高パフォーマンスがスカウトの目に留まり、FC ディナモブ・カレストに移籍。1996から97シーズンより、同クラブのトップチームに昇格する。 しかし出場は2試合に止まり、リーガ2の FC ポリテフニカティミシュアラに放出された。2シーズン後に FC アルジェシュピテシティに加入し、リーガ1の舞台に復帰した。2年契約を結んでいたが、ここでもベンチスタートの試合が続いた。2001年夏にセリエビーのジェノア c FC へ移籍。初年度にもかかわらずレギュラーポジションを確保した。2003年1月31日。 US チッタ・ディ・パレルモに加入。このシーズンでのセリエ A 昇格を逃したが、翌シーズンにそれを達成した。パレルモに在籍した3年間では、AC、ペルージャやトリノカルチョへの期限付き移籍を経験した。2006年8月29日、セリエ A の AC、CA 内加入することが発表された。加入して、最初のシーズンで22試合出場に得点を挙げた。 2011年1月31日から半年間はエースバーリへのローンでプレーした。2012年7月21日、リーガ1の FC ラピドブカレストと2年契約を交わし11年ぶりに母国へ復帰した。2000年にルーマニア代表デビューを飾った。ユーロ2008ではビクトル・ピツルカの下グループリーグ全3試合にフル出場。 決勝トーナメントを控えた2008年3月25日に、当時のトライアンバセスク大統領からアスリート賞を授与された。2013年からリーガ5の SS ポリテフニカ、ティミッショアラの監督に就任。2013年3月18日に行われた、初戦を3から0の勝利で飾ったが、翌年11月29日に辞任することを表明した。ありがとうございます。